どうもこんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きからやっていきましょう。はい、今回は3つ目の祠攻略をやろうと思います。まあ本当は前回ね、2個目と3つ目を同時にやりたかったんですが、いろいろあったんで本当にいろいろあったんで、特に後半ねなので今回ようやく3つ目ですよと。で、とりあえず、まあ、こっちから進んでみようかな。で、まあ、さすがにイカダあるだろう。まあ、最悪なかったら、今、斧持ってるから、そこら辺の木を切って、自分で作って、進んでみるのもありかな。まあ、とりあえずここに向かうために、冒険をやっていきましょう。なんかカラカラ聞こえるが。ん？あ？あ、まさか、まさか！コログ？おい！あ、いた！出た！今作もいるんだ！やはは！ボックリンか、いやー、懐かしい！かと思ってびっくりしちゃったよ。君、僕が見えるの？僕はコログ、森の妖精さ。僕に会ったらこれ返しといて。うわー、あるんだ。また集めるのか。うん、いろんなところに隠れているよ。怪しいところがあったら探してみてねと。はい。前作何個あったんだっけ ?999 だっけ？バカみたいなあったよね。あー、集めるんだ。で、まあ、渡してくれってことは、ボックリもいるんだな。そうか、そうか。ちょっと早く会いたいな。まあ、他の、ね、主要キャラたちもどうなったか気になるんだよな。プルアとか、シドとか。あとは、まあ、ユンボーとかね。あそこら辺の奴らは元気にしてんのかね。で、まあ、今の音が鳴ったら、いるってことよな。まあ、探していかないとね。あれ？あれ？これどうやって渡る？ここ道がない？なんやって？ここ行けねえのか？あ、いや。上から落ち、いや、無理か。あ、あのレール、あ、あー、はい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 。あったな、そういえば。あ、ここだ。ここだ、ここだ。よいしょ。まあ、最初の祠で学んだことをやれよと。あ、そういうことだわ。いや、これ何かなと思ってたんだよな。じゃあまあ、おさらいですね。これを、やって、このね、回転が結構難しいんだよね。いや、そっちじゃない。違う。あれ？あ、こうだ。で、つけて、オッケー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 。で、もう一丁、ウルトラハンド。で、こうだ。で、乗っちまえばいいよね。いや、ほんとすごいよな、これ。面白すぎるわ。実戦でも使えるのかな。まあ、その前回ガチャでね、竜の頭だっけ、あれを手に入れたから、まあ、攻撃にも使えそうではあるんだよね。あ、またいるわ。お、わ、出たイカだ。あ、頭であんの？わ、かっこいい。おい。うん。今も変わらずに あ、ゴーレムか。もともとは我らの従者として作られた存在だったが、あ、仲間のように思っていたよと。己のなすべき責務を果たしているのには驚いたが、使えるべき存在がいないというのは少し寂しいね。お前も使える存在がいたのか？でも今はいないと。あー、でここは料理ができるぐらいか。切ってんのか。あ、イカダ作ってんのか。
で、あー、じゃあこれはいらないから、あ、ちゃ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 。そいや、オッケー。あの、ゲットー。あ、出たー、薪の束。ありがてえわ。あー、精が出るね。切れんのかな、こいつ。おい。前方を見据え正面から向き合う。ん？これは失礼。丸太を切り出すのについ夢中になっていました。木こりにいらしたのですか？あー、まあ必要な時はあるけどな。そういうわけではないよ。これは失礼。あ、まあやり方を教えてくれるって感じか。危ない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 。危ない危ない危ない。ただここにイカダあってもだよな。正直な。あ、ゾナエネルギー。これは？ウルトラ。あ、いけるな。あ、トイか。ほい。ほう。あ、足場にできる。ただこれ落ちちゃわない？あ、壁にくっつけられるとか？いや、でもそういうわけじゃないよな。ま、物は試し。あ、浮くのか！へえ、あ、すごい！それはすごいな。よいしょ。あ、で、お宝と。いやー、やっぱ探索面白いわ。オープン！何が出るかな？お、出たー、琥珀！まあ、売る相手がいないけどね。お、執事。そう、これ何をやってるんだ？あ！いいものあんじゃない！ありがてえ。あ、鳥を狙ってるのか。狩りの最中でございます。さようなら。お静かに。うん。お声を潜めないわけだ。バカにしてる？オッケー。まあ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 、任せなさいよ。お前にお手本を見せてやるよ。こうだ。そんなことある？そんなことある？しかも逃げちゃったし、あ、あ、なんかごめん。マジかよ。今のかっこよくさ、撃ち抜くとこじゃない。なんだよ、ちょっともう。ただ恥ずかしいだけじゃねえかよ。あ？おい、おい。今笑ったな？今俺を見て笑ったな？待って、弓。おい、今笑ったな、君。いや、貴様。おい。おい。あ、耐えた？耐えた？バカめ。逃げれると思うたか。ジャイロには自信があるんだよ。よし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 。これが狩りじゃ。見たか、ゴーレム。これが狩りじゃ。うん。いや、一発で決めたかったな。の、頑張りそう。他には何か、あ、あるね。あ、頑張りそうか。お？あ、出たー、頑張りだけ。懐かしいなー。あ、で、またレールがあると。え、向こうに行くの？あ、でもそこだよね。あれ？おい。仲間とはぐれたか？おい。あ、やっぱコログだわ。友達とはぐれちゃったな。さっきのやつか。僕はコログ森の妖精さ。うん。あ、そっちにいんの。のろしをあげて待ってくれてるみたいだから急いで追いつきたいけど。もう疲れちゃって全然動けなくて。助けてあげたいけどな。あ、あー、なるほど、これか。え、でも丸太？乗れるか？そもそもさ、こいつ歩けなくね？無理やり乗せんのかな？まあ、とりあえずウルトラハンドで。いや、落ちそうだよな、これ。
こうか。よいしょ。とりあえずできたが。できたがだよ。こんなんどうすんだよ、これ。あ？嘘。え？マジで？あ！いけんの？これさすがにこっから、あ、ダメだね。ダメだね。それはダメだね。つけるってあんのか。マジか。いいんだ。それいいんだ。すごい嫌がってるけど。じゃあ、いや、怖いだろうな。これ怖いだろうな。待って、助けてあげたいんだ。助けてあげたい気持ちはちゃんとあるから。こうか？これで、いいか？いけ！頑張れ！本当にいいんだ。あ、で、俺が外してあげないといけないのか。あ、しまった。これ、俺も行かなきゃダメか。なるほど。なるほど。こうやって、乗る。怖っ。あ、でもバランスはいい。バランスはいいよ。今行くぞ。あ、待って、これ。これ当たらない？大丈夫か？これ当たらない？ふっ、危ねえ。よし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 。で、これを、剥がしてあげて、オッケー。で、友達はどれだ？追いついた。ん？あ、これか。離すと、オッケー？オッケー？ん？なんかもがいてはいるが。あ、行ったわ。友達を連れてきてくれたのはありがとう。いいんだよ。よかったらどうぞ。おー、2個もくれる、ありがとう。またねー、はーい。はあ、面白い。やはりこの能力面白い。ちなみにこれはなんだ？あ、これはいけないのか。へー。なるほどね。あ、宝箱ないか。まあ、素材はいっぱいあるが。よいしょ。ほら。あ、いいね。よし。矢は大事です。前回ゴーレムの弓だっけ？もう手に入れたしな。ガンガン弓は使っていきたい。あ、ゾナウエネルギー。あ、で、これで帰るのか。なるほど。また作るのか。あー、じゃあまあまあまあ、さっき作ったもちゃうよ。さっき作ったものを再利用で。よいしょ。OK。あ、うまいことしがみついたね。いいぞ。さすがにスタミナ持つでしょう。あ、このカーブ怖っ。あ、面白い。よし。これ自分でレールとか引けんのかな。もし弾けるんだったらジェットコースターとか作ってみたいが。あっと、敵がいますかね。まあ、やってやろうじゃねえか。来た！オッケー！よし！ようやくできたわ。オッケー！お！太い棒！両手持ちはちょっとね、使いづらいとこはあるんだけどね。この野郎、ほら、押せ、ほら、ほら、あ、遅い、ほら、いて、ほら、よし、オッケー、チュチュゼリー、やっぱ使いづらいな。で、向こうだよね。やっぱ泳いでいくわけにはいかないよな。ってことはどっか他にイカダがあると思うのだが、あ、これ使えるね。あ、なんなら旗もあるな。なら、ウルトラハンド。で、これを、こうか？あ、いいじゃない。で、ちょっと待って、風が強い。
旗を、あ、違う。こうかな？で、ここに、いや、ちょっと位置が、見づらい。こうか？あ、ん？ん？なんか不格好だな。違うな。こうか。あー、ちょっと傾いたが、まあ悪くはないでしょう。で、あ、そっか。どこに行った？あ、あった、これだ。これを一つでいけるかな？あ、むしろ二つはつけれるほど多くないか。大きくはないか。これを、こう、つけると。あー、いいじゃない。ちょっと不格好だが、まあ悪くはないんじゃない？ねえ。なら、これを、まあ試してみようよ。こっからまっすぐがいいか。だな。なら、ここに、まずは浮かせたい。あ、いいね。で、こうだ。で、あ、そっか、結構風が強いからいらないのか。しまったな。で、まあ、これでスピードアップと。ああ、いいね。いいね。うわー、楽しいわー。マジで楽しいわー。で、到着と。よいしょ。オッケー、到着。インイサの祠。やりますかー。三つ目ですね。ウルトラハンド、トーレルーフか。え、ここではなんだろうなぁ。やって、参りましたよと。また来るんだろう？来たわ。さあ、右の手を出して。なんだ？どんな能力だ？ん？剣？戦闘特化の能力とか？あ？スクラビルド！装備している武器や盾に物を一つ組み合わせる！新しい武器を作る！マジか！うーわ、それも面白い！組み合わせたものは取り外せるが、外したものは失われてしまう。へぇー。うん。あ、じゃあマジで戦闘特化か。武器に新たな力を一つだけ加えることができる。まずはこの先にある剣を抜き、それに力を与えてみるといい。オッケー。うん。よし。やってやろうじゃねえか。組み合わせる力。で、剣が？あー、これか！錆びた両手剣、錆びている。あー、で、持てない。パンパンだな。パンパンなんだよな。まあ、これいらんか。ポーチから出して、よいしょ。OK。で？ん？え？ちょっと待って。え、そういうこと？スクラ、ビルド。マジか！あ、これ木の棒になっちゃうのか。ちょ、待って。錆びた両手剣を持ち、この状態でスクラビルドで、こう。わ！ええー！こんなことできんの？うわ、すごい。いや、毎回すごいって言っちゃうけど。で、これで、こうか！うわぁ！てててて、ん！最高！え、なにこれ？これちなみにしまった場合は？無理があんだろう。
当たってるよ、地面に。で、抜くと、いや、でかくなってんな。どうなってんだ、これ。抜くとでかくなるわ。いや、すごいな、これ。向こうにも行けそうだね。ちょっと見ておきますか。まあ、多分お宝だと思うが、あ、違うか。お、替えのみ。スクラビルド攻撃力。なるほど。なるほど、なるほど。あ、弓に素材をつける。弓の引き絞り中に、十字の上か。なるほど。なるほど、なるほど。それは、それは面白いのでは。あ、あれかな？引き絞って、あ、これもいけんの？マジ？あ、まあ、試しにさっきの実をつけたい。こうか。で、こう。お！で、こうか？あ、あれじゃないのか？これか！一個無駄にしちゃったけど、こうだ！で、燃えて落ちてくると。うわぁ、てててて、んすげぇ。これすげぇ。うわ、やばい。これはやばい。面白すぎる。あ、小さな鍵。あ、ほっこらの中にある扉開けることができる。ああ、なるほどね。ちなみにだよ。ちなみに、空だけだった場合どうなる？あ、ついたな。まんまか。まんまか。まあ、そうなるか。意味あんのかな。どっかで使うんかな。でも面白えわ、これ。あ、で、ここで開けると。オープン！で、まだなんかありそうだよね。あ、もうゴール？待てよ。後ろにお宝は？ないか。じゃ、これ上がって、なんかいない？いや、違うか。え、いや、うわ。おー、お前も使うんか。そういうのを。おー、やってやろうじゃねえか。やってやろうじゃねえか。じゃあ、まずは、これかな？あいつの足場、燃えるよね。来いよ。危な！おい。こうだ！あ、いいね、いいね、いいダメージ入った、いいダメージ入っちゃった。いいダメージ入ってます。いいよ、いいよ、いいよ。で、直接当てても結構いいダメージ入んのかな？よいしょ！あ、いいね。で、ほらほらおし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 、いいぞいいぞいいぞ。効いてる効いてる。あ、いって！あ、ちょい！大丈夫か？まだいける。あ、いった！ちょ、待った！死ぬ。よいしょ。よいしょ。OK！ やるではないか。ほらほら、オッケー。いやー結構ご了承だったが。お、隊長ゴーレムの角。あ、で、ゴーレムの弓と。いいね。で、これは？あ、お、長い棒。あ、じゃあこれも使えるのか。正直ハンマー使いづらいんだよな。なら、これを捨てて、これにして、で、ちなみに、武器変えて、長い棒で、これってできんのか？武器同士はダメか。あー、なるほど。
あ、ただこれで岩やれば、すげえ。これで攻撃力がちょっと増してるから、いいダメージが出るって感じか。いいね。で、これは燃やせそう。こうか。あ、燃えた。で、これも燃やす。ん？あれ？それだけ？いや、何かあるよな。ただ燃えてなくなるってわけではないよな。回収。え？マジ？何のために？あ、ま、試し撃ちってことか。そういうこと？まあいいか。あ、あー、で、壊さなきゃいけないから、あ、でもこれでもいけん、あ、もったいないか。これに切り替えて、よいしょで、ゴールだ。いやー、これは本当にすごいわ。起動！ウルトラハンドに、スクラビルドに、とー、お？よくぞこの採用までたどり着いた。トーレルーフだ。ここにおさめし邪を払う光を持って、今そなたを照らさん。名前忘れてんじゃねえぞ。トーレルーフだこの野郎。で、正気が出ると。てんてててて、祝福の光三つ目。祝福の光はそなたの力となるであろう。忘れるんじゃないぞ。トーレルーフだ。はい、帰ってまいりましたー。お、来たねー。三つの祠、やりましたよ。どうやらその手に必要とされる力を取り戻せたようだね。うん、今なら拒絶された時の神殿の扉も開くだろう。で、まあ、そこまで戻れってことよなー。戻るのが大変なんだけどなー、これ。なんで飛べるようなんねえのかな、これは。あ、で、まあ、扉まで迎えってことか。オッケー。で、これまだ飛べないよね。あ、飛べないわ。まあ、とりあえず戻るか。オッケー、帰ってきましたー。いやー、今回もなかなかに、すごい冒険だったなー。はい、じゃあとりあえず今回はここで終わりましょう。で、次回はようやく時の神殿に入りますかね。すーごいゼルダ待たしてんな。まあ探索が楽しいかしょうがないね。では今回ここまで、よろしければチャンネル登録、高評価、すごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。